ただいまより9時臨時記者会見を行います。私からは3項目をお話をさせていただきます。まず平成30年7月豪雨災害に伴う組織改正についてであります。豪雨災害への対応について、地域産業の復旧復興を迅速かつ着実に進めるため、国においてグループ補助金の制度が創設されました。この補助制度は中小企業等がグループを形成して。 復興事業計画を策定し県の認定を受けた場合にそのグループに参加する事業者の施設や設備の復旧費用を国と県が支援するものであります1日も早い被災地のなりわいの再建が進むよう円滑な支援を行うための体制を強化するため産業企画課内に新たに事業者復興支援室を設置することとし本日付で 組織改正を行いましたなお、このグループ補助金をはじめとした各種支援制度についてまずは8月23日に支援機関や金融機関向けに説明会を行い翌週8月27日から29日に事業者向けの説明会を開催し9月には計画の受付を開始したいと考えております。次に 今回の豪雨災害により発生した災害廃棄物につきまして、県の基本的な処理方針を定めましたので、ご説明いたします。まず3の処理の主体は、法に基づき市町村となります。県としましても、市町村の被害状況や災害廃棄物の発生量等を勘案し、市町村による処理が困難であると認められる場合には、地方自治法に基づく事務委託により、 県が処理を代行すすることといたします次に5の処理期間は先日公表しました約41万トンの災害廃棄物について他県における近年の大規模災害の処理期間や今回発生している災害廃棄物の特性を考慮し発災後2年間での処理完了を目指します6の処理方法につきましては 円滑かつ迅速な処理を原則としつつも平常時と同様に可能な限り環境負荷の大きい焼却処分や最終処分を少なくし再使用・再生利用・熱回収を図ることといたしますまた、県内での処理を基本としますが目標期間内での処理が困難となる場合には県外広域処理や 仮設処理施設の設置も検討をいたします。なお、7の財源につきましては、国の補助制度を最大限活用するとともに、引き続き、国に対して必要な財政支援を要望してまいりたいと存じます。最後に、仮設住宅についてであります。建設型仮設住宅につきましては、先般、倉敷市から市において借り上げる間尾町内の民有地へ、 50個の建設要望がありましたこの敷地の状況を精査した結果53戸を建設できることから倉敷市と協議の上53戸を建設することといたしました8月23日に着工する予定であり1日も早く避難者の方々に入居していただけるよう引き続き取り組んでまいります私からは以上でございます。